お話を聞いてたら、はい、怪我じゃないじゃないかなこれはいけそうな気がします。いろんな達人の先生に受けていただいてる、はい、お願いします。お願いします。再び、はい、ですね、なんと鳴沢先生間違えたいとまさか情けない話です。いやいやで、はい、お話を聞いてたら、はい、怪我じゃないじゃないかなあれ、はい、るんですけど、はいはいはい、いつから痛いですか。ちょっと、もうそろそろ1週間になります。1週間、はい、何やったか何かあります、原因というか。なんか、はい、ちょっとだけ練習でひねったはひねったんですよ、はい、それは、はい、そこから先1週間何事もなくて、はい、痛みも何もなくて、はい、それ足首をひねったんですか。そうですね、足首膝をこうぐ、はい、ちょっとギュッて、はい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 、でまあ別に可動域の範囲というか、はい、無理にビリビリ当たりじゃないんですけど、はい、でそれから1週間ぐらいしてちょっとこの辺が腫れ始めたから、はい、あれこれあの時の練習で膝って後から来るからかなって思ってたんですよ、はいはいはい、したらどうやらなんか腫れ方がおかしいなってブーは腫れてきて、はい、でリンパグリグリになってきて、はい、これなんかなんじゃないかなと思いつつ、はいはい、なんか練習してます。すごいっすね。いやマジですごいっすね。ちょっと見てみますか、はい、いやよくないです。ちょっと両足比べたいんで、はい、こっちも巻くれます、はい、これあ座っていいですか、はい、ここ、はい、なんか赤っぽくなりました。えなりました。今でもちょっと紫っぽい。これそうですよね、はい、そうです。おこれ内出血してないですよね、最初ここ。してないです。してないですよね、うん、これ痛いですか。大丈夫です。あ、ちょっと痛いですけど、まあ、はい、こっちにどうですか。こっちなんともないです。違う、はい、あれ、さっきも軽く聞いちゃったんですけど、はい、なんかどっかに傷って入ってないですか、はい、そう、ここでちょっとね、赤切れして、はい、パクッと割れてました。割れてました。しばらくなります。で、サンダルずっと割れてました。いや、めっちゃ笑ってるじゃない。もうそれじゃん。多分ですよ、多分ね、はい、俺放火死刑ってやつだと思うんですよ。放火死刑、はい、最近感染系の、はい、腫れるやつがあって、はいはい、じゃないで1週間多分バーって赤く腫れるんですよ、はい、で四肢ってふくらはぎによくて安くて、はい、この辺までぶわって赤くなってですよね、で細菌感染なんで、はい、そのリンパ節のところでやっぱリンパ節、はい、ここってリンパ節ですか。ありますあります。あ、じゃあそれでした、はい、だから多分こっちじゃなくて、はい、こっち一番痛かった。そうそう、そっち痛いです。ここが今グリグリ。そうですよね、はい、ってなってくると、はい、そっちじゃないかなっていう。あ、じゃあ最近の方の対処法を今からやる。薬でしょ。え、薬だよ。え、薬それはそんなことある。あるある。いや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 、それやってもらえへんったら最近スポーツチャンネルちゃうやん。最近ちゃうやん。最近ちゃうやん。やべ、佐々木や。佐々木か。そうなんすね。だと思うっすね。はい、さっきもちょっと話聞いてて、はい、いや、まず、そう思う理由なんですけど、はい、ぐねってとかひねるじゃないですか。はいはい、ひねって、やっぱ熱持つ時間って、はい、6時間ぐらいからやってから72時間なんですよ。はい、なんで、その場合痛くないけど、はい、なんか後から痛くなってくることってあったりするじゃないですか。はいはい、それって、その炎症が強くなってないんで、はい、なんでそのまま動けちゃうんですよ。あ、でそのやってから6時間ぐらいに炎症っていうのが強くなってくるんで、はい、なんか痛くなってきたとか、はいはい、朝起きたら痛いとかってあったりするじゃないですか、はい、っていうのはそういうことで、はい、でも1週間後から増えたじゃないですか、はい、っていうのは理にかなってないですよね。なるほどなるほど。じゃあそれ、はい、じゃあなからも、そうで、これが、はい、可能性として仮に怪我だったら、はい、骨なんですよ。はい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 、この間うちにも一昨日来たんですけど、はい、12月頭に足ひねって、はい、で良くなったと思って歩いたらまた痛くなっちゃったみたいな人がいて、はい、いや多分これ折れてるから一回レントゲン取りに行きましょうって言ったら折れてたんですよ。折れてた。っていうパターンは、はい、その炎症期関係なく動いたら痛くなるとかってあるんですけど、はい、ここですね。ここですね。これがそうですよね。今めっちゃパンパクリンに腫れてます。そうなんですよ、多分。だから、はい、怪我じゃないと思う。怪我じゃなかった。あ、じゃあよかった。めっちゃ腫れてるんで、はい、うん、でもともとふくらはぎ大きいですもんね。ふくらはぎは、はい、ぶっといいですよ、はい、でもそっちだと思うっすね。よかった。じゃあ逆によかったっすね。あ、とかじゃなくて、例えばなんか抗生物質とか、はい、そうです。いくらか、はい、
落ち着くと思うんです。むしろその方が大会には、つまりあの経営的配信では、はい、相手は膝を狙ってこないということですか。狙っても意味ない。もう薬を飲んだ私もそうそうそう残念ながらと残念ながらあれはもう巻き絵。ああなるほど、まんまと引っかかります。忍術ですよ、まあ、この動画はね、はい、まあ、多分経営的の後でしょ、上がるの後の方がいいですかね。いやいやどっちでもいいよ、ね、先走るやつにしようかな。あと、はい、にちょっとね、うん、出させていただくんですけど、よかった。いやでもまさかの初めての、はい、あの達人治療動画の細菌感染かもしれないパターン、ね、いやでもねこれこういうケース多くないですか。僕もね背中痛くて病院内科に行ったんですよ、はい、精密検査したら整骨院行ってくださいって言われたんですよ、うん、だから臓器じゃないと、うんうん、あのなんか菌とかそっち系やという話で、うんうん、そうだからその運動、いわゆる僕が見えるのって運動器って言って、はい、骨と筋肉の人体の問題なんですよ、じゃないものってやっぱ範囲外になっちゃうんで、なるほど、それはやっぱ適材適所。じゃあもう一箇所ご相談してもいいですか。もちろんです。可動、最近右肩がちょっと悪くて、はい、結構これは範囲ですよ、痛み。最近最近最近感染最近痛いだけだよ。違うの、最近じゃないの、最近最近チャンネルの方じゃない。最近スポンサーのやばいよ。すいません、もちろんもちろん、そういうのが、はい、ちょっとね右肩が様子が最近変で、こう、はい、なんか扉とか硬いの閉めるときに、うん、とかボール投げるときとか、はいはい、ちょっとこう、ね、痛みが出るんです。それいつぐらいからですか。ここ一月前ぐらいですね。なんかそれはこうそれ何やってから痛いとかってありますか。いや、ある時気づいて飛び出し見るときに、うん、あれあっいてみたいな。了解です。ちょっと動きみたいんで、はいはい、仰向けになってみてください。はい、服はこのままで大丈夫です。いいですよ、はい、大丈夫です。はい、動かせる、大丈夫です。はい、よし、いい方は左ですもんね。はい、左ではいいです。よし、ごめんなさい、失礼します。はい、よくしょう。こっちも硬い子が硬いですね。はい。あ、そうなんですね。脇の下硬いですよ。動くですね。これ、肩甲骨止めて、はい、肩の動きだけ見てるんですよ。はい。それで、ああ、なるほど。そうです。肘が、はい、まあ、鼻ぐらい超えれば OK。はい。余裕で超えてるんですよ。はい。でこれも一応耳の、つけばいいんですけど、はい、多分問題はなくて、はい。で、じゃあ右はどこまで行くんだって話なんですよ。はい。おお。よし。はい。わかります？あ、いて。最近？最近じゃない。最近じゃない。この最近。これここ傷とかなかったですか？傷はないです。ないです。最近ではないと思います。最近ないですか？最近ではない。これもこれ痛いですよ、ね。はい、ズキッとしますね。うん、こっちですね。はい。あ、これ痛いですよ、ね。はい。ごめんなさい。大丈夫です。ここ押さえると、まあ、あの肩甲骨を押さえてないんで、ちょっとごめんなさい。膝で押さえます。はい。おお、すごい。これると、あ、ちょっとこれも痛い。はい、これでどこ痛いですか？この辺ですね。後ろの方この辺、はい、の中の方が、あ、すごい的確に。で、はい、そしたら、はい、ちょっと座ってもらっていいですか。はい、動きは悪いんでそこ出さなきゃいけなくて、はい、ナルシャ先生やっぱこれちょっと脱いでいただけますか。はい、はい、いやすごい、見ていただけるの。いや大体ね、自分放置しちゃってる、僕でもない方がいや、だってその足放置してる時点でもう放置癖あるじゃないですか。まあ、指折れててもね、放置して自分で押してもすごいな。これでうちに持っていけます、はい、右のって。これ痛いですか。ちょっと痛いです。ちょっと痛いです、はい、戻します。はい、あ、戻します。これで持ってってみてください。そしたらこれやると楽ですか。この辺からちょっと、どこに行ってます。あ、でも楽に、あ、そうですね、奥の方、あ、でもかなり今親指で押さえていただいたあたりの内側の方ですね。内側で、そしたら、はい、はい、これでもう一回戻ってください。こうする、あ、かなり楽です。楽です、はい、あ、じゃあこれはいけそうな気がします。はい、もう一回お願いします。はい、減りますか。うん、楽です。いきますよね。はい、OK です。よし、はい、いきます。はい、え、まさかそんな、はい、頑張ります。注射お願いします。注射いや、嘘っす。これ枕にしていただいて、はい、右肩上の動きでお願いします。はい、はい、これ完全に日常の私ですね。日常ですか。はい、日常の私です。なかなかあれですよね、こういう上脱いでる姿 YouTube そうですね、見ないですよね。はい、いつもちょっとあれしてる。ちょっとごめんなさい。はい、すごい、動き
これ、はい、多分筋肉の問題なんですよ、はい、なんか、筋肉の補助が入ってあげたら動くんで、はいはい、なんか関節というか構造上の問題は少し少ないんじゃないかなって、はい、思います。補助入って痛みが抜けないんだったら、はい、何かしらの構造上の破綻が起きるはずなんですよね。はあ、なんか例えばまあいろいろあるんですけど、はい、肩の関節を受ける受け皿がちょっと悪いとか、はい、いろいろあるんですけど、多分そういうのじゃなさそうなんで。はあ、よかったっす。おお、はい、よし。はい、息吸っていただいていいですか。はい、マックスマックスで止めます。どういうかで吐いてください。ああ、いいっす、いいっす、いいっすね。ちょっと待って、失礼します。はい、よっと。でまた息吸ってください。はい、来てる感じありますね。もうその押していただいてるところね。これですよね。でまた息吸ってください。はい、で止めてください。はい、入ってください。よいしょ。ちょっとまあ全然途中なんですけど、はい、一回座ってみてもらっていいですか。はい、でさっきのこの動きしてみてもらっていいですか。出る場所は変わらないですか。あ、さっきよりは楽になりましたけど、ちょっとこっちの方に出ますね。こっちの方に出ます。OK です。もう一回横向きでお願いします。はい、で、ちょっと服の上から引っ込みます。はい、ダメだったら本時間に行きます。はい、服の上からでも引くことは聞こえます。はい、すいません。大丈夫です。うわ、何ですかそれは。これは筋膜リリースっていう、はい、いつもいろんな達人の先生に受けていただいてる、はい、ゴリゴリ機械です。あ、いいですね。なんか武術的な武術的ですか。ええー、柔術の補助具みたいで。そうなんですよ、こんな形してますけど。おお、完全に手の内ですね。リングリング、はいはい、敵を捕らえるときに使うやつですね。これで捕らえられますか。ええー、絶対できます。そういう考えならんよな。何でも何でも武器やから、はい、すごいよね。で金属でできてて手の中に隠れて、はい、壺に的確に入る構造してるって、もうそれ武器です。めっちゃウケます。はい。それをなんか暴れの隙間に突っ込まれたら嫌だなと。いや、多分やばいですね。やっぱそういうイメージになるんですね。なりますね。ニューヨークにどつかれたらやだな。多分気絶しますよね。ええー。確かに近いことやってるんですよね。治療で。よし、ちょっと仰向けでお願いします。はい。はい、でよし、ごめんなさい。はい、あ、これ結構痛いですよね。痛いと思います。はい。さすがっすね。これダメな人もたうったりします。はい、なんでこんな強くできないですね。ああ、そうですか。はい、多分はい、苦行されてるんでいけちゃうじゃないですか。いやいやいや、今結構もう虚勢を張ってますけど。いや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 、はい、これ痛気持ちいいですね。的確なんで。いやいや、ありがとうございます。すごい。いや、足はね、ちょっとあれですね。ウイルスはその棒では。これはちょっと、はい、金はやっつけられる。金は無理ですね、はい、フルコンさんはないの。山走っててさ、え、山走ってたわけやん。うん、だって傷とかできたでしょ。そんなのなったことない。あ、そう。うん、あ、フルコンさん山走られるんですか。僕山走りました。はい、50キロの荷物担いで山走ってます。え、それは空手の修行ですか。そうです。はい、え、すげえ。そうです。
関西の山ですか。京都ですね。僕の家はあの実家の裏の山ですね。はあ、もうほとんど千人近い方向みたいな。いや、そんな大層なもんじゃないですよ。いや、すごい。なんかこんな、なんていうんですかね、ワードで山って出てこないですよね。はい。雨宮先生もなんか、はい、ほら裏の山でとか、はい、そんな山っていっぱいあるのかって話。そんな山近いですよ。いっぱいあるよ。京都って、まあ、はい、あれ盆地？盆地やん。ああ、そういうことか。あの今度ぜひなんか山企画あった時はご案内しますね。いやでも達人キャンプとかやったら面白そうですけどね。面白そうですよね。これ痛みでますよ。うーん、今は大丈夫ですか。ちょっと出ますね、こっちの、はい、僕そこなんか硬、ね、いんですよね、うん、手がね万歳しにくいんですよ。めちゃくちゃ引っかかるな。なんでやるの、肩が硬い。痛いけど、さっきよりだいぶ痛みが改善しました。ちょっとごめんなさい、これで一回座ってみてもらっていいですか。はい、で、はい、万歳してみてもらってますか。万歳しやすさとあんま変わんない。すごいしやすいです。こっち持ってってもらっていいですか、こっちしやすさです、はい、痛みはどうですか。あ、だいぶあのズドンとした感じがなくなりました。どこに残ります。この奥って感じですか、ね、ちょうど変わったの。お、いいですね。 OK です OK です OK です。そしたらちょっと手を、はい、左耳触ってみてもらっていいですか。触れます、はい、あ、で、こっちに倒します、はい、そう、すいません。誰もおじさんのへそちら見たくないと思う。いやいや、そんなことないです。あ、すごい、痛そう。いや、これ痛いよ、うん、痛いに決まってますね。いや、これ痛いに決まってますね。本当に、いや、なかなかこの強さできないですよ。よし、ごめんなさい。はい、よし、これで1回、はい、お、ここの感じどうですか。ちょっと移動しましたね。こっちなんですね。こっちの方に。一番そっちですよね。いや、一番ね、絶対これなんですよ、はい、これ。ああ、その剣、はい、これで動かしてみてください、はい、こう押さえてると何、少ないです。ほとんどないです。入れますよ、はい、こいつなんですよね。ああ、なんで痛めたんだ。動き悪いんで、その中で無理やり使ってると、やっぱり、はい、ああ、よし、ダランとしちゃって、はい、ダイブスフルコーンは、はい、膝の靭帯蹴れてんの、はい、知らないで、はい、空手やってたんで、いつ蹴れたんだろうね、マジで。ほんまにね。いつやねんって、分からん。でもテープ一本入れるだけで変わるもんな。うん、本当。昔一回、インローで弾かれた時に膝痛いなと思ったから、多分それやろな。それ何歳と。いや、覚えてね。大学生の時。いや、うん、そうやって。でも、最後の大会、その状態で優勝したわけでしょ。まあ、普通やったから、それ。いや、おかしいですよ、だから。いや、皆さんね、忍者の、行かれてるって言うんですけど、やっぱり、ご自身が、なかなか行かれてますよね、みんなね。カラスの方々に。そんなことないです。いや、方向性が違うだけです。方向性が。ごめんなさい、これちょっともう一回動かしてみて。はい。お、
さっきよりは大丈夫。おでもちょっと残りますよね。ちょっと残りますね。この動きの時に、はい、こっちの方。そうなんですよ。これがね、ちょっと、取りたいな、取りたいけど、きつい。こうですね、これでもう一回やってもいいですか、はい、減りますか。あ、多少減りますけど、やっぱちょっと残ります、ね、ちょっとつけてきます、ね。そしたら、はい、多分ここは、少し痛みの覚えちゃってる場所なんで、はいはい、あもう理想言っていいですか、はい、もう一回やりたいなって。ただ、こう手一歩置いて、一歩入れといてあげたら、はい、多分いい状態を脳が覚えてくれるんで、はい、それでいけちゃうかなってある程度思います。もう一回だけ動きもらって、はい、はい、ちょっと動きの確認したいですね。はい、はい、よし、ごめんなさい。うん、でも、いきますよね。あ、はい、その時、あ、全然、ちょっと出てます。さっき10だと今、3.5 ぐらいです。あ、ありがとうございます。もうこれだ、ワンピース、オッケーです、わかりました。ちょっとテープ最後させてもらって、はい、で、また携帯人の前にちょっとおいいですか、はい、いいですか、はい、やらせてやっていただいて、もちろんです、もちろんです、座ってください、はい、はい、っていう感じですね。なんでちょっとごめんなさい、一発で全部できなかったんですけど、でも、はい、可動域悪いのと、おお、はい、ストレートの伸びが背中から出せるようになりましたけど、今それ大丈夫ですか。はい、これ動けたら大丈夫です。あ、よかった、すごい、なんで練習は多分できると思う。すごいすごい、これちょっとさっきまで、はい、きつかったんですよ、音だけで動きが。あ、できます。ゴッドハンド。いやいやいや、残ってるんで。あ、まあ多少。はいはい、なんであれですけど、はい、でも多分というか抜くことはできると思います。ちょっと最後テープさせていただいて。お願いいたします。はい、なんでちょっと1月14日、はい、勝ちましたなんで。はい、勝ちました。はい、もうこれで勝ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。近くですね。はい、なんでもう終わった後の動画になると思いますけど。はい。はい、ナルション先生お疲れ様でしたのコメントを皆さん送ってあげてください。はい、ナルション先生のチャンネルでもコラボさせていただいておりますので、はい、ぜひ概要欄から飛んでください。はい、いつも本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おっす。